新型のアテンザです。この車は6速のマニュアルトランスミッションということで、非常にレアな存在です。今エンジンをかけました。ディーゼルなんですけども、ディーゼル 2.2 リッターターボは従来通りなんですが、エンジンも改良されて、静けさも向上したということで、今エンジンかかっても非常に静かですね。これからじゃあ試乗を迎えます。この車はブリヂストンのトゥーランザーっていうブランドのタイヤつけてますけども、やはり専用開発したそうで、特に乗り心地、燃費を良くするチューニング、CX-3 の方もそうだったんですけども、そういうチューニングをしたそうです。で、ショッカー部走がおよびその取り付け点のチューニングもして、マイナーチェンジとはいえかなり大幅な変更を受けてますね。その効果か、非常にこうしっとりとした滑らかで突き上げ感の少ない乗り心地になってます。シフトストロークは結構短いショートストロークですね。ディーゼルで非常に低速トルクがあるので、一段高いギアを使って走れちゃう。だからそれが燃費によく貢献してるんです、ね。あとシートがね、また新しく作り変えたみたいなんですけども、素材とそれからクッション、あと位置、骨組みの形、非常にいいですね。僕も結構腰が悪い方なんで、ランバーサポートがないと辛いんですけども、その辺も非常にしっかりしてて、マッチングがいいです。適度な硬めで、いろんな G とかにホールド性が高くて、かつ路面からの振動はうまく和らげるっていう、そういう特性がうまくできてます。エンジンもトルクのこうピックアップが非常にアクセルペダルに対してリニアな感じになって、こう元気のいいパワーユニットになったなって感じがしますね。非常に遮音が良くて、本当に今街中にいるんですけども、外の周りの音がほとんど入ってこない。室内が非常に静かなんで、リアシートの人ともこう会話がちゃんとできるような、そういう静かさがちゃんと確保されてます。1500回転以下からでもトルクが立ち上がるので、高速道路の流入も非常に楽ですし、クルージングも高いギアでできる、回転を落として走れるので、燃費的には良くなりますね。これは今路面が舗装路補修路とか結構目まぐるしく変化してるんですけども、そういったところでの、振動が非常に抑えられてて、余計なこう雑音とかがあまり聞こえてこないですね。その辺の遮音性は高まってます。で、必要なやっぱり音の変化は最低限にこう入ってくる、必要最低限は確保されている。